少しまだまだね、こっちも始めとくかい。8時になったらさ、ちょっとじゃあライブ始めますかって、こっちにライブ始めますかってのをするから。はい、ということでチーム金閣寺チャンネル、本日もご視聴ありがとうございます。ちょっと待って、 えこれもうそっち始まってんの？まだ こっちはまだ、あ、こっち始まってる、こっち先、あー、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2020年ね、始まりましたね。2018年の9月から始まり、1年ちょっと、これも皆様のおかげです。年末は金閣寺ステーション旭川でもやってきましたよ。いや俺行きたかったけどね、ちょっと行けなかったんだよね。めちゃくちゃ楽しそうだったよね。いや盛り上がった。見た、あの松明。見た見た、よかったね。あれよかった、あれはよかったわ。あのみんなめちゃくちゃ笑顔よかったね。みんなとこう滑る楽しみとかさ、ただこう一人で黙々と滑るのも好きだけど、個人競技ではあるけれども団体で滑るっていう楽しみもあるからね、うん、やっぱり、あ、やっぱりね、地域変えてやった方がいい、いいね、やっぱり。あ、そうなの。本来来たい人も遠くて来れないっていうのは結構多いからさ、うん、まあ道南はね、次2月の11日、うん、ピリカ会場ね、はいはいはい、告知しましたんで、うん、まあ、そこはまあそこでまた近くなったらね、うん、告知していきたいなというふうに思っております、うん、はい、ね、うん、さあ今日はですね、はい、ちょっとじゃ あライブ配信ちょっと始めていきますか。こっちでね、順平の Facebook、うん、まずポチッと押すかい、押しましょう。こっちインスタのライブ、こっち順平の Facebook ページということで、はいはい、今日はあの年前に、告知してました、はい、1万人登録者した達成記念プレゼント企画、いや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 、うん、抽選ということ でこれだけのもうねすごいわこれ、何百万のさこれいや大してない、118応募ありました。個人設定で、うん、オープンにしてない人は僕がちょっと確認できなかったんで、うん、それが6人ぐらいいたんですよ。だそれはちょっと弾かせて、6000人ぐらいいたの6人112名それぞれメールをですね、うん、こうプリントしてきたんですけど、マメだね。3名しかし、うん、3名です。3名、あの結構ねメッセージがいろいろ書いてくれてるんですよ。あ、すげえ書いてる。熱い思いがこうあるんでしょうね。あるんですね、うん、ちょっと例えばですね、今年は積雪が遅く我が町ホニャララ周辺のスキー場をオープンせずストレスの溜まってる日々ですが、金閣寺チャンネルが更新されてみるたびにますますストレスが溜まってしまいます。まあ、滑りたくなるということですかね。いやそれにしてもフラの3人セッションは最高でしたね。3人のワクワク感や楽しんでる姿がすごく感じれた最高の動画でした。え、フラの？フラノの見てくれてる、あれかい、ドライブスルーラーメン屋さんの皆さんの適度に心地いいトーク最高です。東京でイベントが開催されるなら万難を排して参加します。できればネックチューブとキャップが欲しいです。おお、まさにこれじゃないですか。これとこれ、ということで、まあ、時間もありませんので早速ですね、はい、当選者を抽選していきたいと思います。え、もう抽選する？抽選します。もう抽選する？もう抽選しますね、うん、当たった方見てるか見てないか分かんないですけど、うん、連絡しますんで、はい、当たったよということで一応あの確認しておきましょうか、うん、あの品物と人数ね。あ、アンダースタンド、お、このパーカーと T シャツのセット、このイエローブルーのザストネックチューブ、ザストのナイロンキャップ、やっぱり1万人いくと嬉しいもんでね。今私が着てるこの元祖ザスト T シャツ、ぜひこの3点セット、アトミックのデカバッグ、すごいですよ。まあね、キャップも僕もあのアトミックすごくサポートしていただいてね、はい、ということで、はい、抽選に早速ですね、はい、行きたいなと思います、はい、まあ漏れなくその3名の方にはこの金閣寺ステッカーも、お、はい、では抽選に入っていきたいと思います。今これ全てプリントアウトしたメッセージのカードに番号入ってるんですよ、うん、1から112まで番号入ってます、うん、でこれをくじにしてピッと、くじ引き、はい、このね嘘でしょ。これさ、NASA が開発した超頑丈な箱とかじゃないの？
袋です。宇宙でも破れない紙。これ112まで番号入ってますから。ベスト電気の袋からね。ベスト電気。ということで、ここから引いて、はい、その番号の方、ここにいますから。あ、1番から100何番までね。はい、行きましょうか。行っちゃうかい？早速。はい。1人目。早速行きますよ。はい。はい。行きますよ。はい。こっちもね。はいはい、はい。引きます。引きます。はい。これマジでやらせなしだからね。うん。マジマジ。マジでね。これだ。これ見た見たらダメ。しないでね。しらっとね。しらっと取って。はい。じゃあ俺めくるわこれ。はい、はいはい。お願いします。はい、これね、あの完全八百長なしです。全然八百長ない。八百長なしって逆に怪しまれてる。お。ビブナンバー67番。これ結構ドキドキする。67って誰よ。60ポイントだ。出た。お、あ、これあ、はい、出ました。チャンネル登録者名ともゆきさん。ともゆきさん。ともゆきさん。おー、 おめでとうございます。1万人登録おめでとうございます。いつも楽しく見ております。はい。失敗しない男シリーズの復活はないのでしょうか。しらきん、ここしらきん。しらきんはね、ここにいるからね。しらきんいますから。失敗しない男シリーズ、しらきんいますね。しらきんいますから。はい。あれ失敗しない男ですからね。あ、パーカーと T シャツ。はい。これを、プレゼントしたいと思います。いえ、もうちょっと返事します。はい。したね、これね。あー、まず一発目 ね。まず一発目。一発目ロブ。いやいや、こんな感じで、あと二人いきますよ。はい。ベスト電気から。いきますよ。じゃーん。おー、来た。じゃじゃじゃん。わー、じゃあ読み上げましょう。じゃじゃん。雑草グッズ。はい。 T シャツ、ネックチューブ、キャップの3点セット。3点セット。当たった方は、おー、おお、ラスト。いきなり112番最終ページ。最終ページめっちゃめくりやすいな。112番。はい。チャンネル登録者名川口。川口なんていうの。ふーさん。ふーさん。楓さん。楓さん。楓さんかな。うん。おめでとうございます。あ、メッセージあります。はい、メッセージね。一番好きな動画は東山スキー場の動画です。東山。大きなスキー場だけでなく、うん、小さなスキー場にもフォーカスしていただけることをとても嬉しく感じました。さすがですね。川口さん、うん、分かりましたよこれ。川口さん、これとこれとこれ、連絡しますんで。百瀬が連絡しますからね。はい、川口さん。あ、はやてさんだ。川口はやてさんだこれ。はやてって読むんですね。これで雑草グッズつけていただいてね。はい、東山スキー場に東山スキー場、ナイターに滑りに行っていただければ。さあラスト、ラスト、バック。これはす大物釣れたーっすね。では行きましょうよ。最初はグーじゃんけんぽん。えい。何のイエイかわかんないけど、ね、じゃあ私が持ってますね。願っててくださいよ、こっちの方にね。ベスト電気のこの袋に。シャカ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 。見てください、これ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 。落とすね、落とすね。さあさあさあ、はいはい、行きますよ。ダン。はい、来た。94番。94番。94番。ダン。こまりマンガンさん。こまりマンガンさん。これ、名前なの。これ名前だね。当たりました。あ、おめでとうございます。これはもうね、送ります。ブーツからウェアからヘルメットから何から何まで入れても3名当たりました。これこれこれ、いやー、おめでとうございます。はい、ということで3名の方決まりましたんでね。はい、はい、連絡取れた方から、うん、順次、発送していきたいなと思いますので、当たって、うん、手元に届いたら各自 SNS とかですね、うん、コメントでぜひ拡散していただきたいなというふうに、来た来た来たってね。はい、うん、まあまあちょっと時間もね来ましたんで、うん、まあ、とにかくあの1万人達成しまして、こうやってね、あの企画できましたんで、うん、また次2万人ですか。だいぶ遠いけど、新しい企画も
いろいろ考えてますからね、うん、これを機にまた見ていただければ嬉しいですね、はいはい、チャンネル登録2万人の時にはですね、またプレゼント企画やりたいと思いますんで。そうだね、その時にはもう少しねビッグな、今回一番ビッグじゃないみたいな感じで結構ビッグだったと思う。序章です、ね、あ、そうちょっとライブも今日ね配信しながら、まあ、これ動画回してますけど、ね、うん、ということでありがとうございました。まあこれはですね、メッセージ、我々全部読みますので、全部読ませてもらいます。ということでありがとうございました、うん、じゃあとりあえずあの技術戦もねまたこれから始まっていきますんで。あれ、キャップのあの技術戦は11日、11日ね、はい、うん、それもね、皆さんちょっとこう盛り上げていただければね、はい、キャップも燃えるんじゃないかなと思います、はい、まあまあ、じゃあとりあえず動画の方これで収めましょうか、うん、ライブはそのままにして、はい、はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。じゃあですね、まずアンダースタンド当たった方に、うん、携帯の番号書いてあるんで、うん、ちょっとかけてみようかなと思いますマジ電話番号書いてるから かけちゃうの。かけちゃう。お前誰よって言われない？出ないわ。あ、もしもし、山さんの携帯でよろしいでしょう、よろしいでしょうか。あ、私、あの、チーム金閣寺の村金と申します。村金さん。こんばんは。あ、ありがとうございます。もしもし。もしもし。あ、あ、今隣にモモキンもいるんですけども。あ、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いや、はい、あの実はですね、はい、1万人達成記念プレゼント応募企画、はい、ご応募いただいたと思うんですけども。え、しました。あ、ありがとうございます実はですね、今抽選をしまして、はい、ま、見事に当選されました。わー、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、ちょっとですね、今、はい、動画の方もちょっと回させていただいてるんですけど、はい、まあ、もしよかったらこの声だけでも、はい、動画の方に出しても大丈夫ですか。いや、どんどん出してください。また、はい、YouTube 見るのが楽しみです。あー、わかりましたじゃあちょっと明日か明後日ぐらいにこの抽選の動画出すんですけど、まあ、そこでちょっと出させていただきますんで。はい、ありがとうございます、はい、何が当たったかというと、はい、パーカーと T シャツなんですよ。はいはい、前なんか白の方がいいようなことを言われましたよね。そうですね、白が私も今着て撮影したんですけど。じゃあ村金さんと同じ白の方でお願いします。わかりましたこれをですね送らせていただきますんで。 ありがとうございます、はい、金閣寺ステッカーもいただけるんですよね。もちろん送りますありがとうございますそれが一番の楽しみで。あ、そうなんですね。ちなみに今までセッションは参加されたこと。いや、実は私神奈川県の横浜なもんですから。あ、そうなんですね。なかなか北海道まで。はい、そうですよね。ただ今度は技術戦3月にありますんで、はい、そっちの方に時間があれば見に行きたいなと思ってたんですけど。なるほど、はい、頑張ってください。わかりました、ありがとうございます。 また応援してますんで。ありがとうございます。スーパーファイナルまでわかりました。はい、頑張ります。そう、突然でしたけどもありがとうございました、はい、いえいえ、こちらこそ。はい、じゃあメールの方待ってますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみに待ってます。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。失礼します。はい面白いね。なんかさ、本当にテレビ番組みたいな感じになっちゃった。テレビ番組みたいになってきたね。ちょっとかぶっちゃうね。じゃあ次行ってみますか。じゃあモモキンの方、電話してみようや、うん、じゃあ次雑草、うん、行ってみますか、はい、川口さん出るのか出ないのか。川口さん、まずこの方ね、東北なのかな、うん、ただいま電話に出ることができません。じゃあちょっと後でショートメールで送っときます、うん。マンガンさん、困りマンガンさんさあ出るかな。バック当たった方ね。はい、お、もしもし。はい、あ、携帯でよろしかったでしょうか。はい、あ、私ですね、チーム金閣寺の村上と申します。すごい村上さんなんだけど、金閣寺の
こんばんは。こんばんは。あの、突然お電話しまして。はい、あ、ちょっと涙出てきた。あの隣にあの、ももきんもいるんですけども。こんにちは。ももきんもいるってどうしよう。あ、もう飲んでます？こんばんは。はい、こんにちは。ちょっと待ってください。実はですね、1万人登録者達成記念プレゼントの抽選を、それでですね、アトミックバッグが当たりました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。当たりましたので、はい、お電話いたしました。どうしよう。あの、ありがとうございます。はい、あの、厳正なる抽選の結果ですね、先ほど当たりまして、はい、で、そうなんですよ。大好きです。ありがとうございます。パパ大好きなのに今いないね。あ、パパいないんですか。あ、残念。あ、なんだ。ちょっとしたら帰ってくるかもしれないですけど。いや、ありがとうございます。いや、カムイっていうかサンタも行こうと思ったんですけど、はい、なかなか行けなくて。あ、道内の方なんですね。道東、あ、北見なんですけど。あ、北見。北見なんですね。おかけようと思いつつ、なかなか難しいこの。いやー、そうですよね。あの、送り先の住所をちょっと入れて、はい、メールしていただきたいので、はい、もう旦那さん帰ってきたら当たりましたよということで、はいはい、お伝えいただければと。あの、すごい。村上さんとももきんさんだよ、やばい。職場から今急いで戻ってきて、インスタライブがどうたらこうたら。あ、もしもし。すいません、さっきですね、はいはい、インスタライブで見てたんですけど、はい、あ、見てたんですか。あ、多分自分は外れたんだなーなんて思ったんですけど、はい、まあでも当たりましたので。すいません、ありがとうございます。はい、あの、アトミックバッグ当たりましたので。本当ですか。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。もう、ボーズさんが、はい、あの、インスタ、あの、アトミックのでっかいバッグをこう、うん、バーってやってたのを見えたんですよ、見てあげて。あ、そう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 、そう、あ、当た、誰か当たったんだなまさかの。あ、嫁が。はい、すいません。ぜひ、あの、ちょっと送りますので、使っていただきたいなと思いますので。すいません、ありがとうございます。はい、130リッターのバッグなんで、はい、子供たちの道具も全部入ると思いますんで。キロルにぜひ行かせてください。あー、来てください、ぜひぜひ。すいません、住所の下で送らさせていただきます、はい。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。はい。夜遅く、すいませんでした。ありがとうございました。すいません、わざわざありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、もう大興奮だったね、大興奮。もうなんか、困りマンガンさんの、うん、家の、今のなんかこう、今の雰囲気、ね、雰囲気が伝わってきたよね。伝わってきたね。子供たちから、もう奥さんからみんな、みたいなね。怖いわ、それ。いや、それは嬉しいよね。ちょっとか、ね、残りは川口さんでしたけども、うん、ちょっと、電話出られなかったんで、うん、後ほどあの、ショートメール入れておきますので、うん、面白かったね。いや、面白かった。あ、まあ、とりあえず皆さん送りますんで、はい、メッセージください。そうですね。はい、ありがとうございました。お願いします。もしもし、村上です。もしもし、すみません。あ、はい、はい。はい、ちょっとお電話。遅い時間に。あ、いえ、とんでもないです。あの、こちらこそ、あの、遅い時間だったんですけども、チーム金閣寺のプレゼント企画、はい。応募していただいたと思うんですけども、はい。見事に当たりました。ありがとうございます。おめでとうございます。隣にあの、桃金もいるんですけども、はい。桃金です、ね。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。見事抽選、当選しましたんで。何が当たったかと言いますと、はい。雑草グッズ当たりました。あ、本当ですか、はい、はい。ありがとうございます。こちらの3点セットを送らせていただきますので、さっきまでですね、その抽選の動画と、あとインスタと、フェイスブックで、はい、あの、抽選の模様をラブ配信してたんですよ。ああ、はい。当たりましたということで、もう、動画の中では、あの、あ、はい、当たったことになってますんで、当たったことになってるっていうか、はい、もう当たったんですけど。当たったことになってこれから外れることあるのいきなり、いや、外れちゃいましたなんですよね。そんな話ないですよね。困りますね。本当ですよね。動画回させていただいてるんですけど、これあの、声だけになるんですけど。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。今年は結構好きしましたか？そうですね。今もちょっとナイター滑ってて。おらおら、え、どこ？あ、五流ですね。あ、五流、五流でナイターやってるんですか？はい。はい、僕あの、大学の信州大学の、あ、そうなんですね。すごいところじゃないですか。応募者がですね、118名だったんですけど、まあ、なんやかんやで112名の中から当選したということで。しかも、しかもですよ、
112名の中の川口さんのビブナンバーが112番だったんですよ。見事当選したということで、これは川口さんと雑草のなんかこうつながりがあるんじゃないですかね、これね。結びつけてる。いや、金閣寺見てて何の動画が楽しいですか？一番やっぱ面白かったのは遅刻男ですかね。それ今俺聞いたからでしょ。今俺聞いたからそんな。でもコメントではね、あの、はい、一番好きな動画は東山スキー場の動画です。そうですね、でもやっぱりああいうローカルなスキー場に焦点当ててくれるとありがたいなっていうのはありますね。確かにね。じゃあすいません、ちょっと夜遅くでしたけども、ありがとうございます。とんでもないです、すいません、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、楽しいスキーライフを。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。さよなら。喜んでたね。すごい、3名当選された方にね、全部電話で連絡取れましたので、送っております。今後発送いたしますので、また引き続き当たった方も当たんなかった方もチーム金閣寺見て、楽しいスキーライフを送っていただければいいかなと思いますので、はい、ありがとうございました。いい、オッケー。どこに行こうかな。こんな感じで、ライブ映っております。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとライトもね、ライトもあって、お茶もあってね、お茶もあって、じゃあ終了しましょう。ありがとうございました。